はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、人気アイドル YouTuber がですね、とあるですね、まあ、過激なドッキリ動画をですね、公開したんですけども、まあ、その結果ですね、その動画が炎上してですね、今かなり批判を呼んでるんですね。はい。今回の動画はですね、それのですね、まあ、そのアイドル YouTuber が投稿したですね、過激なドッキリとは一体何なのか、そしてですね、そこからわかる、YouTube 界をつまらなくさせているのは、こういった人気 YouTuber のせいだということについて僕なりに話していきたいと思います。まずですね、ちょっと詳細だけ話していきたいんですけども、これはですね、女性のですね、5人組かな？確か5人組のですね、人気アイドル YouTuber であるですね、お子様プレートっていうですね、まあ、5人組がいるんですね。まあ、この方たちっていうのは、まあ、YouTube 活動もしながらアイドル活動もしてる方らしいんですよ。だからアイドルとしてのですね、こうミュージックビデオだったりとかね、そういうのを投稿したりとか、まあ、何にしてもですね、まあ、そういったアイドル活動とその YouTube 活動を並行してやってると。まあ、今時結構いたりしますよね。でですね、この方たちっていうのはその YouTube のチャンネル登録者数もですね、数万単位といいますか、まあ、かなりの量がいるんですね。まあ、だから本当ですね、まあ、アイドルとしてというよりも、もう YouTuber としてですね、かなり大金を毎月稼いでいることがですね、まあ、よくわかるんですよ。登録者数とか再生数から見てもね。でですね、そんなですね、このお子様プレイドというですね、アイドルグループがですね、この度大炎上を今してるんで、してるわけですよ。はい。で、それはどんな動画かというとですね、要はその人体に影響を与えるようなドッキリをしてしまったんですね。それは何かというとですね、まずですね、なんかこう、おもちゃのですね、なんか金歯みたいなのを売ってるらしいんですよ。それはなんか、ね、例えばイメージで言うと、なんかあのね、あのボクサーがですね、試合の時につけるマウスピースってわかりますよね。こう、口にガチってつけるやつね。ああいった感じのですね、こう、歯の形のですね、マウスピースみたいな、そういう、まあ、グッズがあるらしいんです。金歯になれるみたいなね。はい。で、それにですね、あの瞬間接着剤をつけて、メンバーにですね、つけるみたいなドッキリらしいんですよ。ただそれをつけるメンバーっていうのは、その瞬間接着剤がついてるとは知らずにそれをつけちゃうみたいなドッキリなんですね。で、実際にですね、そのドッキリ動画の中では、そのね、メンバーがですね、その騙す人をですね、に対してですね、これつけてみてって渡すわけですよ。で、つけました。あれなんか変だなってなると。そしたら、そこに実は瞬間接着剤がついてましたってなって、そのついてちゃった女の子は、やばいやばい、外せない外せないって言って、まあ、かなりですね、外せなくて大焦りするんですけど、まあ、最終的にはなんとか外して、ちゃんちゃんみたいな動画なんですね。はい。そしたらですね、その動画のコメント欄等にですね、いや、これは面白いじゃなくて笑えないと。怖いと。瞬間接着剤って本当に遊んじゃ危ないものだからとかね。それを口につけるなんてありえないとかですね。そういう感じでですね、普段はですね、まあ、当然ファンの人が見てるっていうのもあって、高評価の方が多い YouTuber さんなんですけど、それに限ってはですね、低評価の方がドーンって伸びてですね、まあ、批判も殺到して今大炎上してるってことなんですね。要は危険性の方が勝ってしまってるから笑えないと、そういうことなんですね。瞬間接着剤ってのもね、危ないですからね。瞬間接着剤って本当に危ないですから、あれね。あれ、はい。っていうことが今起きてるわけなんですよ。まあ、それがね、一連の詳細なんですね。でですね、僕ですね、これ見たとき思ったのが、あ、こういう YouTuber の人がですね、まあ、特にこういう人気のあるですね、こういった動画を出す系の YouTuber の人たちが YouTube 界をつまらなくするんだなっていうふうに僕はですね、本当にね、強く思ったんですよ。はい。それどういうことかというとですね、なんで僕はそう思ったかというと、結論先言いますね。それは何かというとですね、結局ですね、その、ね、元からルールっていうのは大体決められてるわけですよ。YouTube も何でもそうですけど。ね、大まかなルールは決められてるんですけど、こういうですね、今回の例でいうお子様プレートみたいにですね、とにかくですね、再生数を稼ぎたい、とにかく人気者になりたい人が過激な動画をやる。そうするとそれが問題になる。その結果何が起きるかっていうと、ルールがより厳しくなる。で、厳しくなった結果何が起きるかっていうと、今まできちんとルールを守っていた人でもですね、それのルールが厳しくなって、今までできたことができなくなってしまう。結果つまらなくなる。ね、YouTube 界がっていうことが起きるわけ。ですよ。まあ、ちょっともうちょっと分かりやすく言うと、例えば今まではルールがここもこういうルールだったとしましょう。ね。ここまでの範囲内だったら何してもいいですよと。で、みんながみんなこのルール内でね、好き勝手いろいろ楽しい動画を上げてたわけですよ。ただ中にはですね、今回みたいなお子様プレートみたいな人たちが、で、私たちは売りたい、俺たちはもっと売れたいんだって、そのためには過激な動画だって言って、このルールを逸脱するような、この辺まで逸脱する。分かりますかね。ここが範囲で、この中でみんなやってる中で、ここをズバーンって突き出して、ここまでね、逸脱したですね、動画を上げる人がいるわけですよ。それ何が起きるかっていうと、そこにですね、YouTube のですね、まあ、運営が目をつけて、ね、ダメだ、こんなことしてダメだ、ね、厳しくしましょうってことで、ね、今までこれくらいの範囲内のルールだったのが、厳しくなってこれくらいちっちゃくなっちゃうわけですよ。ね、今までこれくらいだったんですよ。突き抜けて悪いことをするやつがいたせいで、ギュッてこんくらいになっちゃうんですよ。そしたらその結果何が起きるかっていうと、今まではこのルールの中でちゃんとルールを守った上でね、好き放題やってた人がね、たくさんいて楽しんでたのに、こんなに狭くなっちゃうから、ね、好き放題できる範囲が狭くなっちゃうわけですよ。つまり結果として YouTube 界そのものがつまんなくなっちゃうと、そういうことなんですね。
でですね、これっていうのはですね、最近もあったんですよ。という何かというと、これですね、YouTuber やってる方だったらみんな知ってると思うんですけど、最近ですね、YouTube のポリシーがですね、また変更されたんですね。うん。それは何かっていうと、ですね、その YouTube の動画の中でですね、いわゆるその、国籍だったりとか、ね、そういった、国籍だったりとかですね、そういったですね、ことに対する差別的な発言っていうんですか、あと性別的なこととか、そういうことに対する差別的な発言に関してですね、ポリシーが一気に厳しくなって、そういったですね、まあ、発言をしている人、差別的な発言をしている人っていうのは、今後ですね、動画が削除されてしまうというルールになったんですよ。うん。つまり、ルールがより厳しくなったってことなんですね、YouTube においての。うん。じゃあ、なんでそういうことが起きたかっていうとですね、とある、外国のですね、とあるなんか有名な YouTuber さんが何かしらか、ちょっとその辺忘れちゃったんですけど、とにかくそういう人がですね、そういった感じのですね、差別的な動画を投稿しまくってたらしいんですね。うん。ね、そしたらですね、まあ、そのことによって、それが大きな問題になったんですよ。そしたらどうなったかっていうと、今回、今言ったみたいなですね、新しいポリシーができた、新しくルールが追加されて、より厳しくなったってことなんですよ。うん、でこれってね、僕思うのは YouTube に限らずですね、まあ世の中いくらでもあると思うんですね。例えば僕がね、小学校の時思い返した時に同じようなことがあったんですよ。これね、学校って結構同じようなことあると思うんですよ。皆さんもですね、ちょっと思い返してみると学校でも同じことようなのあったんじゃないかなと思うんですけど、例えば僕の場合ですとですね、小学校の時にですね、あの小6か小5くらいの時にですね、自習時間があったんですよ。うん、先生がですね、なんか予定があって来れなくなったからね、出張かなんか忘れちゃいましたけども、とにかく先生が来ないと、だからこの時間は自習時間だってなったんですね。うん、自習ってか自由か、レクだ、そうだ、思い出した、レク時間になったんですよ。うん、でレクになったから自由に何してもいいよっていう時間だったんですね。うん、だから例えば女子で教室でずっと喋ってる子もいたら、ね、教室で本を読んでる子もいた。うん、ただ僕みたいにですね、外に出て校庭で遊んだりする人もいた。校庭でドッジボールとかサッカーとかやっていいみたいなね。うん、そういう風に自由にレクで使っていいよって時間をですね、先生が作ってくれたんですよ。うん、で僕らはちゃんとルールを守ってですね、校庭でですね、サッカーとかドッジボールとかそういう球技、まあ球技しかしちゃダメだったんですよ。うん、外に出てもいいけど校庭で球技しかしちゃダメだよってルールだったんですね、外に出る人は。うん、で僕らは普通にドッジボールとかサッカーとかそういう球技をして遊んでたんですけど、一部の奴らがですね、ルールを破ってですね、その校庭外に出てしまったわけですね。うん、要はもっと言うと校外、学校の外に出てちょっとなんか遊んじゃったらしいんですよ。うん、そしたらそれが先生にバレて、レク中にね、自由とは言ったけど校外に出るとは何事だってことですね、先生がブチ切れたんですよ。そしたらうちのクラス何が起きてしまったかっていうと、今度からレクの時間はもう教室の外に出ることすら禁止だっていう風になっちゃったんですね。うん、で全員レクの時間はですね、その教室内で喋るか、それか本を読むかの2択、あともしくは勉強かの3択にね、もうなっちゃったんですね。うん、これってまさにですね、今言った YouTube 界と全く同じことが起きてませんか。うん、元は校庭までだったら遊んでいいよっていうですね、それくらいの広い範囲の中のルールがね、あったにもかかわらず、それを破る人が出てきてしまった結果、運営、今回の場合で先生ですね、先生がブチ切れてね、普通に校庭でちゃんとルールを遊んでた人すらそれができなくなってしまって、もう、その教室内で遊ぶことしか許されなくなってしまう。うん、これまさにそうじゃないですか。で YouTube っていうのはですね、本当にですね、規約がですね、厳しくなっていくスピードが半端ないんですよ。うん、ね、テレビもやっぱり規制は厳しくなっているといえですね、やっぱテレビってまだゆっくり規制が厳しくなっていってるイメージなんですよ、昔に比べると。うん、長いテレビの歴史で考えるとね。で対して YouTube ってまだまだ歴史が短い割に、そのね、規制がのね、上がっていく、規制が厳しくなっていくスピードが半端ないんですよ。もう傾きが半端ないんですよ。うん、でなんでそれが起きるかっていうと、まさにですね、先ほどから僕が言ってるお子様プレートさんみたいにですね、いくら YouTube が自由だからって言って、じゃあ自由ってことは何したっていいんだ、過激なことをするとより再生数が稼げるぞって思って、とにかく過激なことをしまくった人が多かったんですね。そしたらその結果、それを見た運営が、いやいや、こんなことしちゃダメでしょ、ここまではやりすぎだということで規制が厳しくなって、その結果 YouTube で自由だった空間がね、狭まっていくわけですよ、どん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 。うん、一部の目立ちたい、有名になりたい、ね、金が稼ぎたいっていう人たちのですね、過激な行動によって、ちゃんとルールを守って、ね、YouTube をやってる人たちにもですね、そこに対してね、影響が出てしまうというね、そういうことが起きちゃうんですね。うん、だからこそ先生、僕が思うのは、その、まあ、ね、まあ、誰とは言いませんけど、すごい有名な YouTuber さんって結構過激なことをね、してる系の人っているじゃないですか。うん。で、ああいう人たちがですね、こういうふうにルールが厳しくなった時とかにですね、まあ、それに対して YouTube はこれだからダメだとかね、うん、こういうふうに厳しくなってしまうと YouTube はこれから厳しいぞとか、まあ、いろいろ言う人いるんですけど、僕は思うんですよ。いや、お前が言うなって。ね、お前が今までね、そういう風に過激なことをやりまくったせいで厳しくなったんでしょっていうね。うん。ね、お前のせいじゃんっていう。お前らが、ね、まあ、確かに YouTuber 自由だよ。なんでも自由って言っても、本当の意味でも自由じゃないじゃないですか。ね、いくら自由って言っても、やっちゃいけないことはダメじゃないですか。うん。ね、それを逸脱したい。もう自由さえも逸脱したようなことをお前たちがやりまくったせいで厳しくなっていってね、今の現状、ね、YouTube が今ガチガチにどんどんルールに縛られてる状態がね、さらにこれから先加速する状態になってるにもかかわらず、うん、ね、それの原因を作ったね、お前たちがね、うん、
何一言みたいに、いやこれから先 YouTuber 厳しくなってくね、こういうこともこういうこともできなくなっちゃったからねみたいなことね、一言みたいに言ってんじゃねえよって僕思うんですね。うん、いやお前らのせいだろと、お前らが YouTube 界をつまらなくしたんだろ、お前の自分の利益のためだけにっていうね。うん、まあ、だからですね、これから先僕は間違いなく言えるのは、5年後10年後さらに YouTube のですね、その規約は厳しくなると思います。なぜならば一部のそういうですね、目立ちたいからお金を稼ぎたいからということで逸脱したことをする人はこれから先もいくらでも出てくるからです。そしてそれは人気 YouTuber にいます。はい、そういうわけでですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。